届けするマホーロハイ、本日は春がお送りします。今日はですね、ダウンタウンの中にあるラッキービリーさんってところに来てます。ここはですね、以前私が紹介したダウンビートさんの隣にあります。私が以前紹介したベジタリアンフードとかあるバーガーとかがあるところです。大人の雰囲気のお店が多いダウンタウン、最近おしゃれなカフェや個性的で若い人にも人気のお店があるって聞いたぞ。その中でもカフェバー的なとこに行くらしいけど、どうやらコンセプトが変わってるんだって。それでは早速入ってみましょう。店内に入るとまず印象に残るのがこの絵。店内のモダンアートな雰囲気とマッチしていて、空間自体がおしゃれに包まれている感じがします。ちょこっとあの戦艦もいたりするので見つけてみてくださいね。ちなみに本日はマハロガールのマナと来ています。普段は混んでいるイメージが強いのですが、今日はまだオープン時間の11時だったので空いていてラッキーでした。こちらはメニューです。このお店の名物はラーメンなんです。というかもはやラーメンバーらしいんです。でも日本のラーメンの感覚ではなく、ハワイのラーメンという感覚です。もちろんラーメン以外のメニューも評判がいいので、マナもいるし多めに頼んでみました。さあ最初に来た料理がこちら、オリエンタルチキンサラダ14ドルです。見てわかると思いますが、サラダでこの量多いですよね。中にはグリル照り焼きチキン、マンダリンオレンジなどが入っていて、ささみドレッシングがかかっています。一品目到着しました。これはですね、オリエンタルチキンサラダです。いただきます。美味しい。めっちゃ美味しい。オレンジとサラダって初めて食べてみましたが、ローストピーナッツとも相性が良くて、もうテンションが上がる美味しさです。あー、これ何やろ。どういう系の味ですか。ですね、日本の味です。なんて言うんですか、優しいドレッシングですよ。日本にある、アメリカにはない優しいふわっとした感じです。で、このオレンジ、自分オレンジサラダって初めて食べたんですけど、案外いけるもんなんですね。全然、やっぱほんまに勉強しなあかんなもんよ。やばい、めっちゃ美味しいねんけど、なんて言ったらいいのやろ。ポップスラジですか。ん、ポップスラジです。めっちゃ美味しくない。何やろこのさ、めちゃくちゃ美味しい。そう、なんなんやろこのソサラダドレッシング、なんなんやろ。若干甘めの味。美味しい。すっごく美味しいですよ、これ。本当に美味しいです。はい、2品目到着しました。これがですね、ポークベリーバオって言います。日本でいう牛角まんなんです。これがとにかく絶品と評判。盛り付けもおしゃれに飾られているので、中華感が顔を出してないですよね。やはりこういう系はかぶりつくのがいいですよね。ってことでいただきます。地元ロコにもこれが本当に評判がいいんです。イメージと全然違うので、ついつい食べ過ぎちゃいそうになります。これはやばい、重たいってイメージあるじゃないですか。全然重たくなくて、すっごく柔らかくて、パンが少し甘めなんですよ。ソースが何か分かんないんですけど、それがなんていうんですか、その2つをすっごくいい感じにマッチしてくれてて、美味しいです。全然重たくない、全然食べれる。すっごく美味しい。その周りの生地はどうですか。生地甘くてふわふわです。どっちかっていうと、でも本当に肉まんとかの生地に似てます。
551の肉まんとかね、ちょっとファミリーマートで食べるようなふわっとした感じよりちょっと弾力のあるっていう感じの、わかりますかね。三品目到着です。見てください、ラッキーボールです。ラーメンですね、味噌ですかね。見てください、すっごくでかいんですよ。じゃあ早速いただきます。味は味噌系ベース、麺は中太の縮れ麺系です。最初にも話しましたが、日本のラーメンの味と思っていくと少し印象が違うと思うので、ハワイラーメンと思って食べてみてください。あ、心まで温まります。すっごく優しい味です。なんか懐かしいラーメン屋さんって感じ。味噌の味濃いですか？いや、そんなに濃くないです。で、生姜が入ってなんで、生姜のアクセントが最後にパッて感じます。なんかほんと柔らかい感じです。スープいただきます。うん、全然重くない。おいしい、いや、おいしい。おいしい。味は優しくて食べやすさ満点、すすりやすくて箸が止まりません。ラッキーベリーさんは店員さんもおしゃれだし、ハイセンスな方が多いです。そして気さくに話しかけてくれます。ダウンタウンの中でも有数のおしゃれ店、ハワイ感もあればアメリカの空気も感じられるし、その上日本のサブカリ要素満点のラッキーベリーさん、皆さんにおすすめします。マハロー。ごちそうさまでした。いや、もうすっごく美味しかったです。そして美味しいっていうのと、またこの雰囲気がすごく良くてですね、この面白いこの女子高生のポスターだったりとか、ちょっと遊び心があったりとかして、本当ご飯自体はすごく美味しくて、なんていうんですか、アメリカにはないような柔らかい味、優しい味でした。ちょっともう全部美味しかったです。あとですね、すっごく雰囲気がいいので、女子会とかまたカップルのデートとかにもいいと思います。あとですね、そこ昼間からお酒も飲めて、あとカクテルが美味しくて有名らしいです。それでは皆さん、ぜひ一度来てみてください。本当におすすめな場所です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。